はい、皆さんどうも、マフローです。それでは、マインクラフトですね。前回の続きからやっていこうと思います。どうぞ、よろしくお願いします。前回、上がどっかに繋がったんですけど、水と溶岩で、どうも進めない状態ですね。どうしたもんかね、こりゃ。嫁がなんかどうにかしようとしてるけど、できるんかな、これ。苦戦してますなぁ。俺もどうしていいのかわからない。っていうか、ツルハシがない。水。お、溶岩を冷ましてる。なんだ？ 骨の音がしたけど。ちょっとツルハシ作ろうかな。会の作業台を、ここに作ってと。よし。さて、どうしようかね。ほら、この辺の上を掘ってみようか。どうなるか。あそこと繋がってそうな気がするんだよな。お、石炭が出てきた。お、繋がったぞ、どっかと。そしてなんかがいるっぽい。一体何の音だ？あそこに宝箱があるっぽい。
なんで後ろにスケルトンが。いて。こんにゃろ。あれ？あやつどこ行ったんだ？ん？上上がっていった？消えた謎。あ、いた。もう剣で切っちゃダメ。もちろんお前。あいつはどこ行ったんだ？鶏 おお。帰ったんかな、一回。俺も帰ろうか。アイテムいっぱいだし。
どこ行ったんですかね。眠いのか。おやすみ。まあ、確かにね、今もう夜中の2時ですからね。まあ、仕方ないっすね。俺もこの録画が終わったら寝ます。とりあえずあいつどこ行ったんだ？あ、いた。このまま寝たのか？あ、消えた。さてさて。もうすぐ夜か。じゃあもうちょっとだけあそこ拡張して寝ますかね、俺も。スポーンブロックっぽいのがあったもんな。まああそこは、うおー！マジか、敵だらけじゃねえか。やばいやばい。なぜ、どっから湧いたお前ら。なぜどっから湧いたんだ、あいつら。まだ声がしてる。金とかあるんだよな、あそこ。敵とかいるんだったら、とりあえずちょっとこのまま置いとこうかね。あいつの反応が面白そうだし。鶏が黄昏れています。さてと、じゃあちょっと早いけど俺もそろそろ寝ますかね。とりあえず、こんな感じになりました。言えば。
ログハウスとかそういう感じのがも、どんな感じかは、もうちょっと勉強しておきます。なんか参考資料みたいなのがあればいいんですけどね。うん。まあ、センスのない俺にしては上出来だと思いますけど。はい、じゃあ、ちょっと早いですけども、今回はこれで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それでは、さようなら。